世界の歴史をですね、経営戦略の観点から紐解いていこうというシリーズです。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。源流となってですね、ビジネスに影響を与えている経済の崩壊、これが10年続いた。そんな中でも生き残った会社があるんですよね。高社長のチーム D 大学。そして第3の潮流は1960年から80年、ここでポジショニング派というのが台頭します。ボストンコンサルティンググループ、この創業者がヘンダーソンというんですが、この人が戦略オタクと言われるんですよね。そしてですね、ポジショニング派といえばマイケル・ポーター。このポーターのマーケティング理論というのもめちゃくちゃ面白いんですよね。この時代というのはですね、オイルショックが起こって、その少し前までめちゃくちゃ好景気でですね、どんどん多角化が進んでいったんですね。いろんな大企業がこの事業もある、この事業、いろんな事業を始めていって、もうよくわかんないと、めちゃくちゃ事業数があるぞと、70とか40とかそういう事業を管理できなくて、それでも景気が良かったから良かった。ところがオイルショックが起こってですね、急に景気が悪くなったら、この事業を整理しなきゃいけない。しかも事業をだんだん出すんですけど、その企業一社一社の戦略ってどうしたらいいんだろう、どんな事業が伸びるんだろうか、こんなことがテーマになったんですね。この環境の中でポーターは言うんですね。戦略というのは選択の問題だと。自社の勝てるポジションというのはこれとこれとこれしかない、どれを選択するかなんだ。そんな風にですね、戦略を選択の問題として捉えたんですね。それまでの戦略論っていうのは、戦略はアートだなんて言ってですね、この時代この環境に合わせて自分たちの戦略を描き直していく、ケーススタディをしながら、この戦略は美しい、この戦略は素晴らしいっていうんですね。戦略はアートだ、これを生み出した経営者素晴らしいということで、いかに美しいアートを描けるか、これが経営戦略論だったんですが、ポーターはですね、バッサバッサと切っていくんですよ。外部環境に合わせてポジショニングを選ぶ、これで経営はうまくいくんだ。これがこの第3の潮流、めちゃくちゃ流行るんですね。ところが1980年から90年、ここでケイパビリティ派というのが台頭してきます。この経営戦略史の前半はですね、ポジショニング派 VS ケイパビリティ派、この戦いなんですね。ケイパビリティっていうのは内部の強み、内部資源、組織の力、そんな風に捉えていただくといいんですけども、第3の潮流でポジショニング派が出てきたんですけども、それで経営戦略をバサバサ切ってですね、選択の問題だなんて言ってたらですね、日本企業が台頭してきたんですね。キヤノンとかホンダとか、ポジショニング論では説明がつかないような成長を見せるんですよ。アメリカのバイク市場はですね、ハーレー・ダビッドソンが圧倒的なシェアを握っていたにもかかわらず、ホンダがですね、ポジショニングで考えたら絶対に勝てない、ポーターから言わせたらですね、このホンダみたいな企業がアメリカ市場で通用するはずがない、ポジショニングが悪いもん、素直に言ったらですね、ホンダがめちゃくちゃシェアを広げていく。うわ、なんでだと、アメリカ企業はビビるんですね。ただの黄色い猿だと思ってた日本人たちがですね、もう勤勉に働いて、もう利益度外視の安値でですね、もうガンガン市場を食い荒らしていく。それで利益出んのかと思ったらですね、あ、出てる、なんで利益出てんの、そんな戦略で、そんなコストで、そんな利益体質で利益出るわけないじゃん、そんなポジショニングで勝てるわけないじゃん。ところがどん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 勝っていく、アメリカの企業はどんどん負けていく、貿易格差が広がっていく、なんだこれはってですね、アメリカの経営学者たちが一生懸命調べるんですね。そうしたら、生産性の向上は経験曲線で説明できるみたいなことを言い出す人がいて、日本人っていうのはとにかくシェアを取る、その中で熟練していく、どんどん熟練校が増えてくると、経験曲線というように経験を積めば積むほど生産性が上がっていく、この経営曲線に乗っ取っていくと、ある時点で損益分岐を超える、そこからシェアをダッシュしてマーケットリーダーになっていく、そんな経営戦略なんだ、そのようにアメリカ人が説明をするんですね。ところが当の日本はそんな理論なんてありませんから、ホンダの幹部とかキャノンの幹部にですね、なぜアメリカで勝てると思ったんですか、そのように聞いたらですね、アメリカの方はですね、もう学ぶ姿勢ですから、教えてください、きっとすごい戦略があったんですよね、よくぞこの戦略気づきましたね、そう言われるかと思ったら、いや俺たちやると決めたらやるんで、なんとか1位にならないとやる意味がないと思ったからとかですね、めちゃくちゃ気合と根性だったんですよ。そんな中で日本的経営、いわゆるケイパビリティ派のやり方というのはなぜうまくいくのか、これをですね、科学的に分析しようという流れがこの第4の潮流なんですね。コアコンピタンス、組織のコアとなる、核となる強みは何なのか、ポジショニングなのかケイパビリティなのか、これは戦略か組織かと言ってもいいと思うんですね。選択の問題であるポジショニング、この戦略をどうするかという話と、いやいや内部の資源だと、
組織を強くすれば戦略はなんとかなるんだ。このポジショニング派とケイパビリティ派、これはですね、現代もまだある潮流だと思うんですね。例えば簡単な例で言えば、あるミュージシャンがヒットソング出したとしますよね。めちゃくちゃ売れた。その売れた要因をポジショニング的に説明する人っていると思うんですよ。なんでこの人が売れたかっていうと、こういう年代層にこういう歌詞がこういう時代背景にあって、そのポジションがうまくいったからこの歌は売れたんだ。そんな風にですね、ポジショニング的に分析をする人もいれば、ケイパビリティ、この歌声、このメンバー構成、この曲の作る頻度、この曲のジャンルの渓流、その素晴らしい演奏力、歌唱力、歌詞の力、そんな風にですね、売れた要因を外部からのポジショニングで取るのか、内部の強みに見るのか、これ両方真実ですよね。現代においても今自社が取るべき戦略はポジショニング的なものなのか、ケイパビリティ的なものなのか、これってすごく重要なことだと思うんですよね。ポジションがうまくいってるけどケイパビリティがダメ、ケイパビリティはいいけどポジションがダメ、これ両方大事になるんですが、時代環境に合わせてどちらがより重要かっていうのは変わってくると、そんなことが見えてくるんですね。どうでしょうか。この前半の流れを見るだけでもめちゃくちゃ面白くないですか。現代にも通じるようなものが様々に散りばめられていて、今も使われている戦略フレームがこの時にできたんだ、この時代背景できたんだ、そんな風に捉え直してみると、実は使い方を間違っていたり意味を誤解していたりとか、そんなことも見えてくるんですよね。さあ後半残りの3つ見ていきましょう。1990年から2000年代、ここで台頭するのは組み合わせ派なんですね。ポジショニングとケイパビリティ、どっちの方が大事などと言っていた1990年以前とそれ以降はですね、組み合わせたらいいんじゃないのと、時代に合わせてその組み合わせを変えるべきだ、そんな10年があったんですね。なぜかというとですね、1990年まではめちゃくちゃ生産性が高くてめちゃくちゃ強かった日本企業がその強みが続かないんですね。ケイパビリティが良かったっていうのでですね、エクセレントカンパニーとかビジョナリーカンパニーとかいろんな本が出てですね、組織の強み大事だよって言ってたんですけども、実はその企業が数年後にですね、全然強みがなくなっちゃってる。あれと、ケイパビリティ大事、ケイパビリティそんななくなんないじゃんと。本来だったらケイパビリティが強ければずっと生き残っていくんじゃないの。ところが数年経つと競争力がなくなってしまう、弱みになってしまう、こんな事例が出てきてですね、あ、そうか、ポジショニングとケイパビリティは組み合わせないといけないんだと。やっぱ両方ないとダメだよね、戦略か組織かじゃなくて両方だねと、こんな風になっていくんですね。なのでバランススコアカードみたいにですね、業績だけじゃなくて顧客満足度とか従業員満足度とか様々な指標をバランスさせないといけないよね。財務だけに偏ってもダメ、顧客満足度だけに偏ってもダメ、従業員満足だけでもダメ、これをバランスさせましょうよ。ブルーオーシャン戦略、そのポジションはですね、ポジショニングが良い悪いってあるんですけど、そもそもその狙ってる市場自体がレッドオーシャンなんじゃないですか。その市場を選ぶんですか。もっと違う市場を作り出した方がいいんじゃないですか。新しい市場を作り出したら実はこのケイパビリティが生きるんじゃないですか。そのポジショニングとケイパビリティを融合した新しい戦略やりましょうよっていうことでですね、このブルーオーシャン戦略めちゃくちゃヒットするんですよね。そして第6の潮流、2000年から2010年、この時代というのは境界線が崩壊する。どういうことかというと、アマゾンって本屋ですか、売ってるの本だけじゃないですよね。 IT 企業ですか、 IT 使ってるんですけど物流センター持ってる。じゃあ物流業ですか、ビジネスの境界線が非常に曖昧になってきた。むしろビジネスの境界線をまたぐようなビジネスがどん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 流線になっていく。わかりやすいところで言えば IT かけるなんとかみたいな感じですね。既存の事業を IT 化することによって全く違う産業になっていく、そういう環境下の中でイノベーションというものが求められるようになったんですね。第6の潮流はイノベーション派。イノベーションというのは S 字曲線というんですけども、通常の改善、インプルーブ、生産性の向上というのは一直線ですよね。どん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 良くなっていく、そういう一直線なんですが、イノベーションというのは S 字カーブ、グビーンと伸びて成長落ちていく、 S を描いたらまた次の S が下から始まってまた上がる、この S 字曲線と言われるんですよね。つまり断続的、連続的な変化ではない、不連続の変化によってある意味で過去を断絶しないとイノベーションっていうのは生まれないんだ。なので有名な話で言うと、人の交通手段が馬から車に変わりました、車から電車に変わりました、電車から飛行機に変わりました。こうやってですね、イノベーションが起こると過去のプレイヤーが生き残っていけないというのがですね、たくさん起こるわけですね。だから IT 企業なんかはですね、このイノベーションサイクルが非常に早くて、過去に通用した技術が今全く通用しなくなってしまう。なぜ通用しなくなるかというと、過去の成功体験がある、 S 字カーブでですね
うまくいってるビジネスがあるから、イノベーションするには全く違う価値を受け入れないといけない。実はイノベーションのジレンマというのは、成功しているがゆえに、市場を取っているがゆえに、儲かっているがゆえに、新しいイノベーションの目に気づけない、そこに踏み出せない、チャレンジできない、このジレンマがあるよ。2000年に入ってからというのは、このイノベーションをどう起こすのか、どうやって時代の真ん中を生き続けられるのか、これが研究された時代なんですよね。さらにはグローバル化が進みました。先進国でビジネスをするんではなくて、新興国がどんどん勃興していく。新興国に先進国の商品をそのまま持っていってもなかなかうまくいかない。そこで今の製品をダウングレードする。電子機器とかですね、カメラとかスマホとか、めちゃくちゃハイスペックなものっていうのは当然値段が高い。でもそのスペックを削ぎ落として、昔のスマホを今の技術で作ったらめちゃくちゃ安く作れる。今のカメラを昔のスペックに落として非常に簡単なものにしたら安く作れる。そんな風にですね、リバースイノベーション、そんな風に機能を落としたら新興国でバーッと売れる。ところが機能を落として簡単な商品が逆に元の先進国でめちゃくちゃ売れるっていうですね、そういうことが起こってるんですよね。なのでこの第6の潮流はですね、境界線が曖昧でグローバル化をしてですね、企業がどんな戦略を選ぶのか、そこにはイノベーションが必要だ。これが第6の潮流です。第7の潮流は、今現在最新の答えはアダプティブ派だと。 IT 革命が起こってですね、 Google とか Zara とか、そういった企業っていうのは戦略を立案している時間なんか無駄だと。まずやってみる。スタートアップの企業はどうやって商品を作って、どうやって顧客を作るか、この商品開発と顧客開発だけに集中したらいいと。一生懸命戦略を作ってですね、商品を練り上げて、でリリースしたら全く顧客がいないみたいなのは無駄だと。商品開発と顧客開発、これをやるのがリーンスタートアップだみたいな形でですね、とにかくやってみる。テストする。 AB テストみたいな感じですね。同じタイミングで別の人たちに A と B 両方見せたらどっちが反応がいいか、テストを繰り返して、それを何回も何回も繰り返すことによってどんどんブラッシュアップしていく。アダプティブっていうのは適応するという意味ですが、環境適応をですね、高速で回していく。ビジネスっていうのは環境適応業だなんて言ったりしますが、その最新版っていうのはとにかくトライアンドエラーを繰り返して最適化をする。最適化を見つけていく。そのトライアンドエラーのコストがめちゃくちゃ下がったのがこの時期なんですよね。なのでですね、経営戦略史の後半は世の中がどんどん複雑化していった流れなんですよね。ポジショニングさえ良ければうまくいく、ケイパビリティさえ良ければうまくいく、そんな単純化された世界ではなくて、組み合わせないといけないよね。いやいや、組み合わせて改善するだけじゃダメだよ。イノベーションっていうですね、断続的な不連続な改善をしないといけない。いやいや、イノベーションなんか待ってられないと。アダプティブだと。どんどんトライしろ、エラーしろ、どれが当たるかなんてわからない。アダプティブだ。これが7つの大きな潮流なんですよね。さあ、いかがでしたでしょうか。経営戦略の世界史のですね、ざっくりした流れを7つ紹介させていただきました。生産性を高めるためのテイラーとメイヨ、そこから生まれたポジショニング派とケイパビリティ派、時代は進んで組み合わせだ、イノベーションだ、アダプティブだ、そんな流れの中でいろんな経営戦略が生まれて、いろんな経営戦略が消えていきました。次回からはこの一つ一つの流れをですね、詳しく紹介していきます。どんな時代背景で、どんな登場人物たちがいて、どんな企業があって、どんな戦略が花を開いて、もしくは閉じていくのか、この一つ一つは今なお生かせるすごく重要な知識なんですよね。この面白さを皆さんに届けたいと思っています。さあ、まとめということで、この言葉で締めたいと思います。経営戦略の歴史はビジネスで戦う武器の蓄積。ざっくりと大きな流れを聞いた中でも、今自分はどの環境にいるのか、どの企業は近いな、そんなこともですね、感じ取ったりしたんじゃないでしょうか。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。ぜひこの機会に歴史を学ぶことで、ビジネスで戦う武器、これはですね、100年前の事例であっても、この時にはこうしたのか、そういう知の蓄積が戦う武器になっていく。皆さんがビジネスで戦っていく上での大きな武器になると思うんですね。ぜひ経験からではなく歴史から学べるような、そんなビジネスマンを目指していただきたいと思っております。最後に、チーム大学では組織内のビジネスマンを対象に、成果の上げ方やチームの作り方、ビジネスに役立つ書評などをお送りしております。チャンネル登録、ツイッターフォロー、いいねボタン、コメント、どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。